ってことですね。うちのチームといえば浜の叫びっていうのがあるんですよね。うちのチームはですね、皆さんと一緒に楽しむお祭りを目指しています。せっかくね、お祭りに来たなら踊らにゃソンソンっていうのがあるじゃないですか。でもなかなかね、踊るのは難しいっていう方にですね、ぜひ声で参加していただけたらなと思っていつも楽しくやっています。そこでですね、皆さんにやってもらいたいこと、今練習一回行きますからね、胸の前に手を組んでいただいて、私が浜の叫びと言いましたら、腹の底からわー、このように声を出していただいて、この横浜よさこい一緒に盛り上げていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまず練習やってみましょうか。練習。じゃあ一回やりますよ。いきますよ。いいですか、胸の前に手ですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。いいですね、いきますよ、いくよ。浜の叫び、ありがとうございます。いい練習なのに素敵。いいですか、じゃあ、ね、本番いっちゃうからね、皆さんいいですか。本番もっと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 ですよ。頼みますよ、一緒に盛り上げましょうね。じゃあ、うちのメンバーの声が大きいか、皆さんの声が大きいか、やってみますよ。うちのチームのメンバーがワイワイと言いましたら、皆さん後からワイワイと一緒に、手だけでいいんですよ。ちょっとメンバーやってみて。はい、いくよ、ワイワイ、いくよ、せーの、ワイワイ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 、こんな感じですね。あ、ありがとうありがとう、大丈夫大丈夫。でもね、ちょっとこっち届いてないみたい、もっといる、もっとワイワイが必要。いい、もう一回いくよ。チームのメンバーが来ましたら、皆さんがワイワイですよ。いいですか、じゃあ行ってみますよ。せーの、ワイワイ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 、ありがとうございます。もう練習もバッチリですね。じゃあこの会場みんなで盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。耳で、心で、輝き放つ光の如く
拍手して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 拍手